うちはさすけ。うちはさすけは、岸本ひし志作の漫画作品を呼び、それを原作とした、アニメ、ナルトナルトに登場する架空の人物。アニメでの声優は、杉山俊明、東山奈緒、父、幼児期、伊達までん。ミュージカルでの俳優は、町田慎吾、2006年版、佐藤隆史、2015年版、桜井慶と、2016年ワールドツアー。 歌舞伎での俳優は、中村隼人。主人公、渦巻、ナルトの親友にして、宿敵とも言えるほどのライバル。また、この作品におけるもう一人の主人公的存在。三大瞳術の一つであり、一族特有の瞳術である、写しンガンを受け継ぐ木の葉最も強い伝説の、うちは、一族の末裔。後に大津月インドラの転生者であることを、 陸道千人から知らされることになる。美目修麗な容姿をした黒髪の少年。一人称は、俺。幼少期は、僕。名前は三代目ほ影サルトビヒルゼンの父親である、サルトビサスケにあやかってつけられた。幼い頃、実刑うちは、いたちの手で一族を皆殺しにされた。自らのすべてを奪った兄を葬ることを使命として、自分の命をもとす覚悟をし自ら、 復讐者と名乗っている。里を抜ける以前、第一部は木の葉隠れの里の下人で、かかし率いる第七班所属であった。当初は仲間とのなれ合いを嫌う一匹狼で悪態をつきながらも、ナルトや春の桜と心を通わせ、仲間意識を育んでいくが、イタチへの復讐のため、そしてナルトへの敵が心のために、彼らと決別した。以降、 復讐の念の増長もあって、彼の人格自体に深い影を落とし、非常な一面が強くなる。幼少の頃より、兄であるイタチに満足に構ってもらえないことや、父親の不学に気にかけてもらえないことに不満を抱くなど悩みがちな日々を送っていた。それが原因で、忍者アカデミーにおいても周囲になじめず、ナルト同様孤立していた模様。 兄への強固な復讐心を糧に復讐を果たすものの、後に、イタチが言ってきた行動のすべてがサスケのため木の葉のためを思っての行動であることを知らされ、兄を手にかけたことを深く後悔することになる。そして深い悲しみと憎しみを増長させた結果、一族を追い込んだ木の葉上層部と木の葉のすべての人間に復讐の矛先を向けるようになってしまった。 赤月への参戦以降は、冷酷なサスケに倒載していた、降臨でさえ恐怖するほどのまがまがしいチャクラを放っている。赤月への加担、雲隠れのキラービーの襲撃と捕獲、さらには、ゾウの抹殺のみを目的とした鉄の国の後、影海岸への強襲などを起こす。さらに仲間であっても、復讐の邪魔になるようなら笑いながら葬ろうとした。木の葉のかつての同期生や、第七班。 ナルトを除くのメンバーもやむを得ないとの考えに至り、木の葉の手で始末することを決意。一方、サスケと直接対峙したナルトも、自らの手で決着をつけ助け出すことを、かかしや桜の前で宣言する。だが、いたちの真実や里の大切さを知ったことで、多少なりとも、正気を取り戻し、対決前に共闘をすることになる。万華鏡を打つシリンガンが開眼してからは、 その使用による反動で視力が徐々に低下していたが、後に、イタチの目が代わりに移植されることになった。また、五大国それぞれの抜け押しなどとの戦闘から後、大国すべてに因縁があり、その戦歴は五陰にも知れ渡っている。左利き、陸道千人に力を授かる際、利き腕を出せと言われ、左手を差し出したことで判明。ホルスターは、利き腕とは逆の右につけており、 箸や鉛筆等は右手で扱っている。小説、なるとなると、人来伝狼の泣く日では、イタチの真実について知るための旅を行っている様子が描かれており、時系列は万華鏡を打つシリンガンを海岸した直後となっている。この作品では、旅の途中に出会った薬屋の兄弟に愛情を持って、 接したりこの葉の里の同期のことを思い浮かべるなど、まだ人間味のある様子が描かれている。一方で、サスケ本人は、使用不可能なはずの、つくよみを披露しているなど本編との矛盾点も少なく、なく、キャラクターの設定や、時系列も、所々不一致が見られる。幼少の頃から、添付の才能を持ち、それゆえ実力はもちろん、アカデミー時代は、くの一クラスの女子人気もトップで、 卒業後も優秀で居続けている。家族を亡くした、天外孤独な境遇にもかかわらず、不器用なナルトとは異なり、天性の優秀さで様々な人物を引きつけ、常に大勢の人間に囲まれていた。しかし、本人は復讐のことしか頭にないため周囲に取り巻く、人間たちにはろほどの興味も示しておらず、同じ藩の桜からの行為にも、全く関心がなかった。 ナルトのことは邪魔とみなしているが、自身も家族を失った身ゆえに、彼の孤独な境遇に対しては共感を示している。忍者学校を主席で卒業し、またエリート家系の出身であったことから、初登場時はスリーマンセルを組んでいたナルトや桜を足でまといと決めつけていたが、彼らとの交流の中で徐々に心を開いてゆき、対等な仲間兼親友として認めていくことになる。 家族と一族を皆殺しにした兄のイタチを激しく憎悪しており、当初からいずれ殺すと公言していた。しかしその事件が起こる以前は自分をはるかに超える天才であったイタチを心底から敬愛しよりよくなついていた。うちは一族の天才の礼に漏れず、サスケもまたうちシリンガンの継承者であり、それに目をつけたオロチもあるから中任試験の最中に天の主意を刻まれてしまう。 以降、チャクラを大量消費しようとすると、一時的にパワーアップする代わりに全身を主因に侵食されて、しまうというハンディを背負うことになる。その中任試験で、オロチマルと対峙した時、恐怖から足がすくんだり、巻物を差し出しての命乞いなどをしようとした自分を、ナルトに知ったされたことから始まり、中表遺体と化した、我がアイラとの戦いでは序盤こそ渡り合うことができた。 物の途中から、主因の力に倒れてしまった自分に対し、最後まで諦めず我が愛らを撃破した、ナルトの急成長を見たことから、ナルトに対して劣等感を抱くようになる。その後、再会したいたちに戦いを挑むも全く相手にされず、昔から一向に縮まっていない自分と兄の実力差を痛感させられる。千鳥もあっさり破られ、深い絶望感で復讐を焦り始める。 イタチの、ツクヨみによる、昏睡状態から目覚めた後、病院の屋上で、ナルトに戦いを挑み、チドリと、ラセンマルが激突しそうになるが、カかしによって止められる。その際に二人が貯水タンクに開けた穴の大きさで、自分の力が、ナルトより劣っていたことを痛感し、さらに劣等感を強くする。その日の夜、恩の四人衆に、オロチマルのもとへの誘いを受ける。 仲間の顔を思い浮かべ迷うが、力を順方するようになったため、里を抜けおろち丸の下に行くことを決意。静止しようとする桜の思いを拒絶し、彼女を気絶させ里を去る。ナルト、鹿丸、長寺、ネジ、木原の追跡を受け、最終的に週末の谷で、主因解放し、立つとのような姿となり、ナルトと対峙する。激闘の果てに、 万華鏡を打つシリンガンを得得するためには最も親しい、友を殺さなければならないというイタチの言葉を思い出すが、結局ナルトを殺すという選択はせず、イタチに言われるままでなく自らのやり方で復讐のための力を手に入れることを決意し、ナルトに傷をつけられた木の葉のひた当てを、残しオロチマ丸のもとへ向かう。第二部開始から長らく姿を見せなかったが、第三百話で再登場する。 木の肺連れ戻しに、アジトへ乗り込んできた、ナルトたちと数年ぶりに再会したが、ヤマトを筆頭とする、仮の第七班を圧倒し、全身から千鳥を出す。千鳥流しやオロチマルと同じ草薙の剣を使いこなしたり、ナルトの体内に封印されているキュービを見つけるほどの、瞳術を身につけていたりと、第一部の時より格段に成長して、冷静沈着になっている。また、 復讐への強い思いはキュに、自分を上回るまがまがしいチャクラの質と評される、ほどでもあった。オロチマルとはあくまで互いを利用し合っているに過ぎない、ために、敬愛の情など皆無で、役師兜とからしばしば言葉遣いを注意されていた。また、オロチマルに指示してからも戦う相手を殺すといった、ことは避けていた。自分の命と体を、オロチマルに差し出すことでいたちを葬れるのであれば、 構わないと、オロチマルが転生の手段、器として執着していることも感受していたが、結果的には病に侵されていたオロチマルが万全で、なく、いよいよ転生の時期かというタイミングで反旗を翻す。戦いの末に強引に転生の儀式を行ったオロチマルによって、肉体を吸収されそうになるが、瞳術で術を跳ね返し、逆にオロチマルのすべてを乗っ取り味と後にした。 その後はイタチを探索、抹殺するための戦力として、自分と同じく、オロチマルの配下だったホオズキ水月、降臨、十五の三名を勧誘し、フォーマンセル、ヘビを組織した。早速手がかりである赤月のメンバーの捜索を開始し、デーダラと飛びに遭遇する。デーダラとは、両者満身創痍の状態になるまで戦い打ちまかすが、焼けを起こした彼の自爆から逃れる際に重傷を負う。 傷を癒した後は、イタチと再会し、激しい戦いを繰り広げる中で、オロチマルによる天の主因からイタチによって解放される形となり、最後は自ら編み出した雷トン、キリンを発動するが、イタチのスサノオカにより無効化され、絶体絶命の危機を迎える。しかし、イタチが勝利を目前にして力尽きたことにより、兄弟対決は終焉を迎える。直後、 内はマダラを名乗る仮面の男により保護され、自分の目に、イタチが彼を殺すために、アマテラスを封印していたことから、イタチにまつわる真実を仮面の男から聞かされて、兄の尊さを実感した、同時に彼を死なせてしまった後悔と共に深い悲しみと、像を増長させ、両目に、万華鏡打ちシリンガンを開話した。蛇を脱した後は、鷹として行動し、イタチや内は、 一族のために木の葉隠れへの復讐を決意、その中で共に行動している、赤月との取引で、八尾の人柱力であるキラービートの戦闘になり、圧倒的な力を見せる八尾の攻撃により一時的に、瀕死の状態となるが、仲間の助けと万華鏡打つシリンガンに宿った瞳術、アマテラスにより居づらくも自身の勝利に終わった。その戦いでの傷を癒した後は、のメンバーを引き連れて、 木の葉へと向かう。しかし、その途中で仮面の男に遭遇し、自分が捕まえた八尾が偽物だったことを知らされ、さらにはペインによって木の葉隠れが壊滅状態に陥ったことも知ると新たなほかが復讐の対象であるダンゾ像に決まったことや間もなく後、影たちが緊急会議を開くということを仮面の男から知らされるその現場で男ウを打ち取るという意思を示して、絶の案内で、 会議の会場へと向かう。その後は会場となった鉄の国で男像の姿を確認するが、絶と仮面の男により自身の侵入を後、影たちに知れて鉄の国の侍たちと交戦し、この戦いでは相手を殺さないというやり方でいったかつての自分とは違い、自分に向かってきた侍たちを皆殺しにしたために、鷹のメンバーは驚きと戸惑いを見せていい。その後、 駆けつけた、雷影や冬影となった、我が姉らたち五影と激闘を繰り広げ、新たな力である、スサノオカ、を発動し優位に立つものの、激しいチャクラの消費と、スサノオカによるリスクで次第に追いなじられてしまう。しかし、危機一発のところで仮面の男に助けられ、体力回復のために、降臨と共に仮面の男の異空間へ放り込まれる。回復を終えて、 仮面の男の手引きでダンゾ像との対決に臨むと、ウチは一族でも近術とされているイザナギで、いかなる決定打も無効化するダンゾ像に苦戦するが、発動時間の制限という弱点をついて攻撃を当てることに成功し、降臨を人質に取られても躊躇することなく、彼女ごと攻撃を与えて勝利する。その後、動けなくなった。 降臨を見限って始末しようとしたところを桜の介入で一旦は止まり、直後に隙を見せた桜をも殺そうとするが、かかしが乱入したことで阻止される。かかしの説得を一周するとともに、これを拒絶し、光線へ突入して万華鏡を打つシリンガムを使い、一瞬でサノオカを発動させるが、国士によって視力をほとんど失ってしまい。 スサノオカも使えなくなって知ったが、かかしを相手に優位に戦い攻めてきた桜を再び殺そうとする。しかし、ナルトの介入によって失敗し、その後はナルトと一触即発状態に陥って、ナルトの抱いている思いを聞くことにり、仮面の男や絶の迎えにより一旦は、知りくことになるが、木の葉への復讐の前に、かつての親友であるナルトと決着をつけることを決めて、 戦いに備えるために、仮面の男に、イタチの目を自身に移植しもらい、永遠の万華鏡を打つシリンガンを得る。目の移植後は、飛びのアジトにて目を鳴らすために休息していたが、第四次を司会大戦の二日目に、自らの監視を担っていたシロ、絶を始末し、行動を起こす。その後は、江戸天章で蘇生されたイタチと偶然再会し、 真実を問いただすために追跡してその先で遭遇したブとの戦いで共闘するが、江戸天正停止後は消えゆくいたちからすべての真実を知されると、木の葉への憎悪の感情を強めながらも同時に、いたちがそこまでして里を守ろうとした理由が知りたいと冷静に考えるようになる。その後、合流した水月と十五から渡された巻物を見て、 知りたいことを知る人物に会う方法を実行するために、会社法院を行って復活させたオロチマルに、誰かに利用されるのではなく、己の道は俺自身で決めると宣言し、それを受けたオロチマルの導きで、十五夜、水月ともども木の葉隠れの里へ向かった。木の葉隠れの,の里の南賀の神社の地下で、オロチマルによって、江戸転生されたホカゲたちと対面し、初代ホカゲである。 千住柱間に、里とは、忍とは何かと等が、柱間より木の葉創設期の話を聞かされて、里と忍のあり方を知り、その意志を受け継いで、自分なりに里を守ろうとしたイタチの思いに触れ、すべての憎しみを受けながらも火の国と木の葉の里を守る。彼素が、本当のほかげだったと悟る。その後、それらを実行した結果として、イタチの生き様を守るために里を守るという選択を、 選び、その意志を無に変える、ガツの目計画を掲げるマダラへの敵対を決意し、柱間たちと共に、決戦の場へ赴いて、ナルトたち同期と合流した途端に、俺がほかになると宣言した。その後は、ナルトや桜との連携で十尾と戦い、闇を抱える忍ぶ会をすべてを壊し一から、作り直そうと企みが、最終的には、ナルトと共にお人に打ち勝つ。その後、 マダラを倒すために、マダラのところに行く決心をし、柱間からすべてのチャクラを受け取って、マダラの元へ向かうが、彼の、わばか、変国により動きを封じられ、奪われた草薙の剣で胸を貫かれて、瀕死の重傷を負わされる。その後は、自身の精神世界にて、陸道千人こと大津月羽頃もと出会い、そこで自身が彼の二人の息子の兄の方である。 大津金ドラの転生者であることを知る。羽衣からの、この戦争の果てに、何を望むという問いに対して、イタチが自身を生かしたことで憎しみを分散させてしまった失敗から学び、本当の一人となり、自身が、人魅力を駆使して、お司会の闇、趣味を、すべて一人だけで引き受けるほ影になると答え、まだらを止めるために、陸道千人の力を授かって、 左目にリンネガンを開眼させた。そして、イザナミの無限ループから解放されたカブトの医療忍術と柱間細胞によって見事に生還する。その後、自分と同じ陸道の力を得たナルトと共に十尾の人柱力となったマダラや、彼を触媒に、カツした大津月家具屋に立ち向かい、最初は苦戦を強いられながらも、最終的には、カカシや桜の協力もあってナルトと共に、 かぐやを封印することに成功した。だがほどなくして、言語影と、おけものを抹殺することで、革命を図ると言い放ち、影の旧ら妻を除くおけものを現実にかけ、千葉九天母子で捕獲する、自身の目指すほ影として、本当の一人となる谷、に、自分にとって最も親しい友のままでいるなるとを、抹殺すべく再び、週末の谷で決闘を行う。 その直前に桜が静止しようとしたが、かつてと同じように、彼女の思いを拒絶し、現実で気絶させた。決闘の最中、互いに、無人像に近いチャクラをほぼ、すべて使い果たすほどの文字通り天地を揺るがす壮絶な一騎打ちの、末に、千鳥に、炎とん、かぐど命を込めた、竹三和地の神、ナルトの、影の旧ツバの残りすべてのチャクラを込めた、キュービ。 ラセンマルとの激突で左手を喪失する重傷を負う。なおも、繊維を保っていたが、同様に右手を失いながらも、親友として、自身を気にかける,るとの思いを痛感し、心が折れたこともあり、自身の敗北を認め、右翼曲折を得て和解した。そこへたどり着いた桜にはこれまで言った仕打ちに対し、謝罪し、自身の憎しみにピリオドを打つ幕切れとなった。終戦後、無限。 つくよみを解除した功績と第四次をしっかり大戦。終結の功労者となった、ナルトや六代目火影に就任したカカシの嘆願も、あって恩赦が認められた。疾風伝では戦争終結後に服役している描写がなされた。その後は、原作通りに恩赦が認められた。終戦から一年後には、食材の旅に出かける様子が描かれており、その時に同伴を志願した桜に対しては、 額を小ずく、イタチ譲りの愛情表現により、里に泊まるようなだめていた。そして、ナルトから、かつて自分が残していった傷をつけられた木の葉の、額当てを返され、ナルトが望む本当の勝負をする時まで預かることに、下火に出た。なお、旅立つ前に、柱間細胞から作られた義手を装着することを、勧められていたが、完成を待たずに旅に出たため、 ナルトとは違い赤腕となっている。大津月、とネリによる月落下の際には、不在のナルトに代わり里を守るべく密かに舞い戻り、欠片破砕作業をしていたカカシたちを救った。木の半部が行っていた、薬物売買事件の際には、自分が動かずとも解決するだろうと、ナルトたちを信じ直接介入を避けていたが、里から逃げようとしていた、木戸の部下たちを無力化してそのまま去った、小説。 桜飛伝、ナルトと日向の結婚式にも里を出ていたため、欠席したが、当日鷹を使って簡潔な祝いの手紙を送った、疾風伝最終話。小説、サスケ神殿、来光編では、主人公を務め、木の葉、霧、雲で起こったテロ事件の解決に奔走した。この出来事で、圧倒的な力を持つ、はずのかぐやが、 なぜ大量の白絶軍団を用意しようとしていたのかという疑問を抱き、食材の旅の傍ら独自に調査を始めている。また、事件を通じて自分のつながりの大切さを感じ、それまで帰らなかった木の葉隠れに時々戻るようになる。一時期は桜を伴い旅をしており、その最中に彼女との間に娘、サラダを設けている。この頃には髪を少し伸ばし前髪で左目を、 隠している、赤月秘伝で子供に、輪に打つシリンガムを見とがめられ、不自然にならない程度に隠そうとしたのがきっかけほか、黒いマントを羽織っている。外伝、七代目ホカゲとヒーローの花つ月では、ナルトを含むホカゲや桜に、家具屋に関する疑惑を打ち明け、彼らの許可を得て長期にわたり単独で調査を行っていた。そのせいで父への恋しさを募らせたサラダの訪問を受け、 親子間のトラブルを抱えながら、うちは、真と対峙する事態に発展するものの、お前がいるから家族は繋がっていると悟し、共に事件を収束させた。一時帰還し出立する際には寂しがるサラダに対し、かつて桜にしたように額をこづいていった。異空間にあった大津月、家具屋の遺跡にて大津月ももし危金式と遭遇し、入手した巻物を持って離脱する。 調査報告のため、里に帰っていたところを、ボルトから弟子入りを壊れ、右よ曲折ありながらも承諾し中任選抜試験まで修行をつけた。その中で、目先の物事にらわれがちなボルトに対し遠回しに、説教をしていたが彼には理解されず、桃式が試験に乱入し、ナルトが拉致された後には厳しい言葉を浴びせつつも、ナルト同様の薄らとんかちとして認め、桃式との戦いの場に、 彼を連れて行った。忍者学校を主席で卒業し、下人になった時点で、基本的な術を使いこなせ、中忍レベルの術も使いこなすことができた。しかし、体術に関しては、目で見切ることができても、体が対応不可能だとリーから指摘され、中忍選抜試験前の修行ではひたすら体術の修行に明け暮れ、驚異的な素早さを手に入れる。性質変化は、 人、雷。忍者学校時代に父、富岳から、カトン、豪華球の術を教わり、中忍試験本戦前には、カかしから、千鳥を伝授される。後にカトンとナイトンを組み合わせることで発動する一撃必殺の、術、麒麟を完成させる。木の葉を離れオロチ丸に指示してからは、口寄せの術でオロチを口寄せできるようになったほか、オロチ丸の草薙の剣を受け継ぎ、 剣術とそれに関した術を身につける。また、万華鏡を写しンガン開眼後は高も、口寄せできるようになっている。後に兜に、柱間細胞を移植されリンネガンを開眼させた、影響なのか、人、雷以外にも、風、土、水、影の、量を除くすべての性質変化に目覚めている。第四次を司会対戦により、石腕になったが、 片手で印を結ぶ技を編み出して補っている。さらには、水遁と風とも併用した疑似的な表遁を扱い、強敵相手にも優位に立ち回るなどハンデを感じさせない力を見せている。チャクラに関しては、下人時代から波以上の量を持っていたが、対戦中に使い切って窮地に追い込まれる場面が、参見された我が愛ら戦、いたち戦など。だが、後に、 イタチの目を移植して、以降はそういった描写はなく、かぶとに、生命措置として、柱間細胞を埋め込まれ、羽衣から、影のチャクラを授かってからは、ナルトに匹敵するほど増大する。一方の質については、第一部の時点でかぶとを驚愕させるほどであり、第二部で再登場した際は九、九尾九ビ、キュから、和シ以上に、まがまがしいと評され、五影会段時に、降臨に、以前とは、 別人のように黒く、冷たいと言わしめるなど、作中屈指の工事元さを有している。上記のように、忍としての戦闘能力は高いが、うちは、一族滅亡後から他人を寄せ付けず閉鎖的な、反省を送ってきた影響で口下手になっており、物事を分かりやすく伝えることを苦手としている。本人も一応自覚しており、その点においては、口上手なカカシを尊敬している。 波の国で海岸し、相手の術を見切りコピーする術を身につけた。週末の谷にてナルトと戦っている最中に、写し輪ンの巴模様が三つに増え、相手の動きを見切る能力が向上し、主因を解放せずとも急備化初期状態のナルトの動きに対応し、体術で圧倒できるようになった。アニメ版のサスケマデンでは、目を合わせて相手の記憶を読み取る。 起爆人間にかかっている瞳術を解除すると、その瞳力の汎用性の高さを見せた。イタチとの戦いの後に海岸。文様は六芒星の形をしている。後に、イタチの万華鏡を打つシリンガンを移植することで、永遠の万華鏡を打つシリンガンを手に入れている。左目に強力無比な黒炎を発生させる瞳術、アマテラスと、右目に黒炎を制御する、炎トン。 角度命が覚醒し、第三の力、スサノオカも身につけた。万華鏡撃つシリンガンによる現実も頻繁に使用するが、その効力は、つくよみを操る、イタチの効力と比較すれば小さく短時間しか持たない。しかし、たとえ激しい戦闘の最中でも、目さえ合わせれば、即座に体に現実をかけてしまえる、速攻性こそが強みであり、事実断像との戦いにおいて、 これを有効利用し、勝利を収めている。スサノオカ、ワゴ影階段の雷影線にて、初めて発言。この時は、肋骨の形状のものしか出せなかったが、その後、我がアイラたちナの三指定馬類線、断戦、線、カ,カシ戦、オ帯ト線にて進化していき、ナルトとの共闘の際には、完成体、スサノオカ、を発言し、かつてマダラがキュービにそうしたように、 ナルトのキュービチャクラに被せた。第四次オシカイ大戦終盤で、陸道仙人の影の力として、左手に黒い三日月の形をした印を授かり、兜に柱間細胞を移植されたことで左目に開眼した。大津月一族やマダラが持つ、通常の輪ンネガンとは異なり、十尾やカグヤと同じ、波紋模様に、うつし輪眼のまがた模様が加わったもの。 大津月一族共通の時空間忍術、もつ平坂のほか、固有の瞳術として、自身から一定範囲内の空間を瞬時に入れ替える、術、天手力を使える。この状態での、千鳥は、陸道の影の力により黒く変化しており、アマテラスも通常通り使用できる。通常は視認できないマダラの、ワバカ、変国を目視することができるほか、完成体、スサノオカ、 無限、つくヨみを無効化することができる。一別することで、おけものを瞬時に縛り上げる強力な現実も使用可能になった。さらにサスケは、下道魔像の代わりの入れ物として、完成体、スサノオカに、全おけもののチャクラを中に入れ一つに融合して、インドラのような姿になり、その力は、地上の自然エネルギーを得たナルトと、互角ある。 この状態だと強大な雷の矢を放つ、サスケ最強の術、インドラの矢を使用できる。しかし、万華鏡を打つシリンガン同様に酷使しすぎるとめに、痛みが走って、マガタマ模様が消え、瞳術もうまく使えなくなるなど、決してリスクがないわけではない。第二部からはオロチマルと同じ、草薙の剣を有しており、随所で、居合術、抜刀術を披露している。 石版になってからも腕は衰えておらず、大津き金式相手に五角以上の立ち回りを見せた。術の詳細については、ナルトナルト隊の術を参照は、万華鏡を打つシリンガンの海岸寺のみ使用可能。使用人物でありながら、劇場版二作目の時点で抜け、忍ぶという立場のため、劇場版の出演本数は少ない、少年編、第二作、疾風伝。 第3作では、ナルトの回想シーンで登場。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。